フラワーナイトガール。お買い物お買い物。姉様と一緒に花嫁さんなら怖いのも平気ですの。今まで一緒にいてくれてありがとう団長。そのおかげで私こんなに強くなっちゃった。しかもこの未来をくれたのは団長、私の大好きな団長。成長した私の力と気持ちちゃんと味わってね。世界を平和に導くという仕事、素晴らしい。これこそ。来てください。来るもこれ。団長さん、やるかやられるか。これ。団長さん、来てください。来るも来る。の冴えを持ってお伝えいたしましょう。お疲れ様です、団長さん。私をここまで育ててくれて、私嬉しいです。死にそうなくらい、死んじゃってもいいってくらい嬉しい、嬉しくて。団長さん、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 愛
ありがとう、団長さん。あなたと一緒なら、私はどこまでも強くなれる。人生もまた旅のようなもの。ここもまだまだ通過点よね。団長さん、私たちどこまで行けるかな。強くなった先に、平和な世界の先に何があるのか確かめようよ。団長、ダメ。
この格好恥ずかしいってば。これは私と団長さんが本当のファミリーになるために絶対必要な儀式なんですよ。ビビったりしねえです。後ろから。
れる殿方のプレゼントを届けるな。私を見てほしい。だから頼む。私の願いを叶えて。私のためにですか？団長
長さん、こんな体勢はちょっと。
ガモットバレーのフラワーナイト、ジャスミンですわ。他の子より経験はある方かしら。だから戦うってことがどういうことかも知ってるつもり。当然それ以外もですよ。感動的。確かに花言葉だけど、ちょっとストレートすぎるんじゃないかしら。私に熱い視線を向けてどうしたの？団長さん、あなたは優しすぎる。時々泣いてしまいたくなる。団長さん、あなたは優しすぎる。団長さん、あなたは優しすぎる。時々泣いてしまいたくなるくらいに嬉しいね。こういう、あ、こら団長さん、これ以上はやめ。出身の貴族アマリリスです。花言葉の誇りのためなら何だってできますよ。貴族ですから。打ち気強い虚栄心、否定できません。こんな見慣れているもので、すいませんこんな見慣れているもので、
声出ちゃいます。するから問題なしです。
実、希望、愛情、花言葉のように希少で特別なものが好みです。逆にありふれたものは嫌いです。あなたはどちらでしょうね。頑張ればみんなが笑顔で全国で勝利じゃ。これこそ来てください。来るもずっと来るも団長さん、私の力ご覧に入れて差し上げ、これこそ姉様のフラワー仲間でしたね。困ってるのかね。知るべきものを選ぶ目がないのですね。恥を知るべきです。
選ぶ目がないのですね。恥を知るべきです。物を選ぶ目がないのですね。軽蔑します。私はあなたを、こんなことを私にさせて。あなたは恥ずかしくないんですか？私がもらっちゃっていいの？じゃあありがとう。私がもらっちゃっていいの？じゃあありがとう。私がもらっちゃっていいの？恥ずかしいからダメ。団長さんの顔を見ながらなんて絶対ダメ。けど繋がりたいって気持ちが本当だから
長には気持ちよくなってほしいある。興奮するって聞いたもん。これが今から私の中に入ってくるの。逃げようとしても無駄だぞ。これは私の判断でそうすると決めたのだからな。
私は花桃。アプリ。アネモネのモミジです。花言葉は大切な思い。食欲の秋だからって、私花嫁さんなら怖いのも平気ですの。